ももエグいっすよね。動きますね。寒い日のサッカーあるあるということでね、今撮影日2月1月めちゃめちゃ寒い日、ね、サッカーの練習嫌だったな、嫌な思い出もあったなみたいなありますか？練習スタートした時にスパイク入って足がかじかんでボール蹴れない、痛すぎる、めっちゃ痛いよね、めちゃくちゃ痛い、ずっとまるまる蹴れない。それで言うとフリーキックの壁役はもうほんま嫌でしたね。パチーンって言うじゃないですか。ももとかきつい、ももエグいっすよね。キーパーやってた人いますか？なんか僕やってました。あ、やってた。はい、え、それは小学校の頃。やっぱ冬エグい。いや寒いっすよ、痛い、やっぱりボールが受けんのがね、受けんのが痛い。あー、なるほどね。手が痛い。手にこのセンターバックやってた時は、はい、相手が弱いと攻められないから、はい、寒い、こうなって攻めてこいよ。強いチームあるある。あ、それあるあるでした、ね、攻められたい。あ、なるほど。ディフェンスやと攻めてもらわないと、後ろでちょっとこう動いてるぐらいだから、うん、ダッシュしないから、はい、来いよ。キーパーとかもっと来ないですかね。試合中ずっと立って待ってるだけ。そっか、プロでなんか寒い日あるあるある。あー、確かに。本当やっぱですね、横浜 FC で、はい、J1 に上がったのが2007年のシーズンで、はい、第3節目ぐらいにフロンターレだった、はい、で、J2 の時には冬でナイターって絶対ないの、うんうん、夏はナイターなんだけど、うん、まあ、J1 も、ね、J2 もだけど、J1 になると衛星放送 BS、はい、の7時の枠に絶対どっかの J リーグがやる枠がある。だからどっかの試合が絶対7時なの、はい、ゲームが、うん、だからそのもう開幕して3月とかかな、はい、でもまだ結構寒くて、はい、ナイター7時川崎、はい、鬼寒いで風超強くて、あ、そっか。でも初めての経験だったの、うん、ずっと J2 しか出てなかったから、うん、J1 で初めて冬の7時、はい、やったら、もう初めてあんな体が動かなかった前半で交代え、俺のところチンチンにやられて全然走れないし全然走れない、目の前の外人イケイケだし、でもやっぱ慣れてるんだろうね、みんな選手、フロンターレの選手たちは寒いのとか、寒いのに慣れてて、その川崎って土地も風が強いとかあるんですかね。なんだろうな、轟き今日あの時風が強かったな。ホームの人は慣れてるね。ホームの人は ね、 そうね、そうだよ、初めてね。そう、なんかやっぱアップするとかないんですか、その試合前に。アップしたよ。したけど、アップしても完全にいつも通りのローテーション、ルーティーンで入ってって、はい、全然ダメだった、もうやっぱあの寒さになるとダメなんだっていうのに、はい、初めて、まあ、そこも経験して、はい、それ以来サロメチールって分かる？なんか聞いたことあるけど、ね、あったかく、そう、塗りタグ塗るとあったかくなる。へぇ、塗り薬だ。塗り薬だ。ドラえもんの道具みたいなのがあるんですね。なんかさ、あのロッカールームでさ、マッサージする人がこういうの塗ってるの知らない？こういうの選手たちも見たことない？ロッカールームでなんかこういうふうにさ、見たことある、選手の足とか塗ってたりさ、そう、サロメチール。そう、サロメチールっていうのがあって、それをトレーナーにいつも塗ってもらって、はい、もうポッカポカ。へえ、それ以来あんな、ダサいプレーすることはなくなって映像残ってないかな。マジでやばいから、マジで走れてないから、当時の映像って。ただそれサロメチル、リスクがあって、はい、トレーナーによってめちゃ熱く塗る人がいて、はい、分厚くもう熱すぎて逆にすごくちょうどよく塗ってくれるトレーナーをまず探すことから始まって、そのスースーして熱いっていう感じ。そう、スースーして熱い。あー、なるほどね。スースーするんや、感覚。そうで、最後にシャワー浴びて帰るじゃん、はい、シャワー当てるとクソ熱くなるから、おお、もう熱い。そこだけ、最後そことの戦い。はい、この間も風強い寒い日練習して、はい、生徒震えてたもん。ですよ。あと何分なんですか。子供ってね、なんかあんま寒がるイメージないっすけど、やっぱ夜すぎると寒さしますよね。あと何分で終わるの。みんな頑張ってくれてる、しっかり教えたいんだけどさ、はい、みんな見たらさ、
説明してんだけどさ、はい、もうみんな震えちゃっててさどうしよっかなと思って説明短く、ね、言いたいんだけどさ、でもやっぱりここまではやってほしいなっていうことを説明してるけど、うん、みんな震えてる、どうしようかなみたいな、震え上がってるもう最近じゃあこれで終わりですって閉めて、はい、帰る車に子供たちが乗るまでのスピード超速いよね、速攻帰ってたみんななんか夏とかねジュース買ってね、ジュース買って飲んだりして喋ってる、今誰も喋んないじゃん、速攻帰ってる、ありがとうございます、シューパターンみたいな、ね、ママさん、パパさんたちもありがとうございましたーってそこおかげで僕たちも早く帰れます試合してる中の寒いあるあるで言うとハーフタイムがあるなと思って、はい、試合中めっちゃ暖かくなるじゃないですか、確かにもうむしろ暑いわと思ってたら乾いて、あちょっとめっちゃ寒くなって後半また後半最初めっちゃ寒いみたいな、後半始めホイッスル待ってる時みんなこうやってめっちゃ動きますね、寒い日めっちゃチクなんない、いや元から小さいんでしょ、サッカーあるあるじゃないから寒い日あるある夏もこれやりたいですね、やりたいですね、ぜひぜひ、視聴者さんも寒い日のサッカーあるあるあったらちょっとコメントを教えてください、聞きたいね、ね、ぜひ聞きたい、聞きたい、ありがとうございました、ありがとうございました。